脱毛しないメンズがまだいるのか、単純にどこの脱毛サロンに行けばいいかわからないということなんではないでしょうか。具体的におすすめの脱毛サロンを紹介していきますので、皆さんはヒゲ剃りにどれぐらいの時間を費やしているか知っていますか。生涯ヒゲ剃りに費やす時間はなんと人生にメンズ脱毛。こんにちは、田社長です。今回は閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10ということでやっていきたいと思います。大前提に、脱毛は全ての男性がやるべき自己投資だと思っています。ただごく一部のヒゲが似合うかっこいい男性、すいません、それ以外脱毛しない理由が見つかりませんでした。とはいえ、脱毛したいと思っていても、若い時ってお金がないしできないよと思ってる方もいると思いますし、男が脱毛なんてなーなんて、花から脱毛に対してネガティブなイメージを持ってる人も多いと思います。そう思ったあなたには、今回人生を変えると言っても過言ではないほどかなり有益な話になりますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速行きましょう。あなたは脱毛ってどんなイメージですか？とにかく料金が高い、とにかく痛い、とにかくめんどくさい、とにかく恥ずかしい、とにかくゴリゴリの営業が怖い、とにかくネガティブなイメージ多くないですか？そもそもとにかくが多くないですか？自分が脱毛を始めた2015年頃、まだ個人の脱毛サロンは少なく、基本大手脱毛サロンが主体でした。もっと言ったら、今みたいに美容脱毛サロン自体が少なく、脱毛イコール医療だと思ってる人が大半でした。2022年現在、今回は脱毛イコール医療みたいな風潮もなく、なんなら大手脱毛サロンより個人の脱毛サロンが増えてきました。あなたが思うとにかく料金が高い、とにかく痛い、とにかくめんどくさい、とにかく恥ずかしい、とにかくゴリゴリの営業が怖いというのは、自分が脱毛を始めた頃はそうでしたが、今は確実に変わっています。その背景には、大手脱毛サロンの倒産や従業員に対する給料の未払いなど、大手脱毛サロンの相次ぐトラブルや不祥事、さらに広告打てば黙ってでもお客様が来る、まさに大手脱毛サロン一人勝ちの状態だった頃から、消費者の目が超えて有料な個人サロンの台頭がその背景にはあります。なので、とにかく料金が高い、とにかく痛い、とにかくめんどくさい、とにかく恥ずかしい、とにかくゴリゴリの押し売りの営業が怖いという大手脱毛サロンあるあるは、時代とともにだいぶ変化しています。では、どうして脱毛しないメンズがまだいるのか。そもそも脱毛しないデメリットとして、自己処理すれば毎回肌が傷つく、またすぐ生えてくる、さらに生えてきた毛はチクチクする、ほっといたら毛がボーボーで不衛生、異性から嫌われる、自分に自信が持てない、など挙げたらキリがないですが、単純にどこの脱毛サロンに行けばいいかわからないということなんではないでしょうか。今回はそんなどこの脱毛サロンに行けばわからないという人にも、具体的におすすめの脱毛サロンを紹介していきますので、さらにあなたにも当てはまっている脱毛サロンに行かない人の特徴をトップ10形式で発表していきますので、一つでも当てはまった方はこの動画を見終わったら、勝社長おすすめの脱毛サロンに時速100キロで駆け込んでください。まずはじめに、僕のことを知らない人もいると思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。僕は自社で脱毛サロンを経営していて、脱毛歴は7年以上になります。数々の脱毛サロンに行った経験と、北は北海道、南は沖縄まで、全国に100サロン以上の脱毛サロンのプロデュースやコンサルもしています。さらに自身で業務用の脱毛器の販売や脱毛ジェルの販売を行っていて、月収は500万を超しています。今回はそれらの経験を踏まえて、閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10を発表していきたいと思います。では早速いきましょう。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10。第10位は、めんどくさがりな人です。確かに気持ちはわかります。めんどくさがりなあなたはこう思っていませんか？脱毛サロンを探さないといけない。めんどくさい。よくわかんない予約フォームから予約をしなきゃいけない。めんどくさい。学校帰りや仕事帰り、さらには貴重な休日を使って足を運ばなければいけない。めんどくさい。めちゃくちゃわかります。でも、その手間をかける価値がある。めんどくさいのもいろいろあると思うんですよ。社会人の方なら、髭を剃るのがめんどくさい。髪染め負けした肌をケアするのがめんどくさい。朝剃ったのに、夕方には青ひげになっていて、夕方の会議や夜のデートで気になってめんどくさい。学生の方だったら、部活のテーピングでスネ毛が引っかかって邪魔、めんどくさい。プールの授業や海に行った時、気になる部分の自己処理を事前にするのがめんどくさい。学校の規則でヒゲやもみあげが風紀検査で引っかかってめんどくさい。こういった日頃のめんどくさいって永遠に続きますよね。大体の人はヒゲは毎日剃ると思いますし、学校の校則も基本毎日のことだと思います。皆さんはヒゲ剃りにどれぐらいの時間を費やしているか知っていますか？15歳から
から60歳まで45年間毎日10分ヒゲ剃りをしたとした場合、生涯ヒゲ剃りに費やす時間はなんと2737時間です。2737時間を日数で換算すると約114日です。約3ヶ月以上ヒゲ剃りに費やす計算になります。ではヒゲ脱毛をするとどれくらいの時間が短縮されるのでしょうか。ヒゲ脱毛の施術の時間は約15分から30分です。この施術時間にはシェービングや照射後のアイシングも含まれたため、ヒゲを照射している時間は約5分ほどです。個人差はありますが、8回から10回ぐらいでヒゲ剃りが不要になることが多いため、10回ヒゲ脱毛をした場合施術時間は約5時間ほどです。ヒゲ剃りの2737時間とヒゲ脱毛の約5時間、生涯費やす時間の差は一目瞭然です。正直、ヒゲをツルツルにするには個人差がありますが、15回から20回が一般的なので、あくまでヒゲ剃りが不要になるという前提ですが、毎日めんどくさいことをするのか、ちょっと脱毛サロンに通うのはめんどくさいかもしれませんが、その後ずっと楽をするのか、あなたはどっちを選びますか？閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10。第9位は美意識が低い人です。美意識が低いとか言うと個人差もあるし、ディスってるように聞こえるかもしれませんが、ニュアンスとしては、最初は誰でも美意識が低いのは当たり前。だからこの動画を見て美意識を上げていきましょう。って感じです。美意識が低い人ってどんな人だと思いますか？清潔感がない、不衛生、無頓着。あなたもこんなイメージを持ってるかもしれませんが、実は違います。違うというと、確かにその口は否めませんが、美意識が低いって要は知らないだけなんです。あなたもシャンプーをしないと髪と頭皮に良くないと分かっているから、当たり前のように毎日シャンプーしますよね。あなたも食べて栄養を取らなきゃいけないから毎日食事をしますよね。実際はそんなこと意識せず毎日シャンプーするし、食事を取ったりしてると思うんですけど、それって日頃の習慣になっていつの間にか無意識にやってることなんですよね。毛の自己処理もそうです。誰から教わってるでもなく、気になったからやる。でもその当たり前の行動から学んで意識を変えてる人は、自分の髪や頭皮にあったサロン専売品のシャンプーや、さらにはトリートメントを使ったり、体作りやダイエットをしてる人なら、ただ食べるのではなく目的に合わせた食事を選んで食べますよね。脱毛も同じです。ヒゲを剃る時間を短縮したい、コンプレックスをなくしたい、そう思うから自己処理ではなく脱毛サロンに通うのです。なので美意識が低いのはみんな同じスタートラインです。そこからいかに自分の目的に合わせた行動をするかなので、この動画を見て脱毛や脱毛サロンのことを学んだ人はぜひ自己処理から脱毛サロンでの美を手に入れてください。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10。第8位は知識がない人です。第9位の美意識が低い人と繋がってくるんですけど、やはり知識がなかったら何もできません。脱毛サロンってどんなとこなんだろう、脱毛ってどういう施術なのかな、脱毛って男性でもできるのかな、あなたもこんなこと思っていませんか。脱毛サロンの経営者や施術者、脱毛サロンに通われている方からしたら、いやいや梶谷さん、さすがにそれぐらいは全国民知ってるでしょって思ったかもしれませんが、実は本当に全く脱毛のことを知らない人はたくさんいるんです。あなたもすでに脱毛業界に足を踏み入れているから当たり前かもしれませんが、知識がない人は本当に何も知りません。逆を言えばあなたも知らないことはあるはずです。全都道府県の県庁所在地、全世界の首都、自分も全くわかりません。でも知ってる人からしたら当たり前ですし、そのような業界の方なら知ってて当然の話です。このように脱毛は特にまだまだ世間の男性からしたら敷居が高く、知らないことはたくさんあるのです。だから SNS なので脱毛の知識を発信している人はフォロワーが増えたり、お客様として知識のない潜在顧客を集客することができるのです。なのでこの動画を見て脱毛に興味を持った、やってみたいと思ってくれた方は、ぜひインスタグラムで勝社長をフォローいただき、 DM をいただければあなたに合った脱毛サロンをご紹介しますので、ぜひお気軽にご連絡ください。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10。第7位は、恥ずかしがり屋の人です。いやー、気持ちめっちゃわかります。脱毛って、ヒゲとか腕とか足とか、そのあたりなら、まだなんとかって感じなんですけど、正直、VIO とか言われたら、もうその言葉を聞いただけで、恥ずかしいってなりますよね。特に男性は、普段は下ネタとかバンバン言うのに、
いざ真剣なデリケートゾーンの話になると一気に別人のようになりますよね。あれ何なんですかね。むしろ日頃話してるしょうもない下ネタより1万%大切な話だと思うんですけどね。今は介護脱毛が話題で、要は介護される時に VIO の毛などがあると衛生面でもそうですし、介護する側の人もかなり負担になります。だから VIO 脱毛はやって当たり前だし、全然恥ずかしい話ではないので、ぜひこれを見てるあなたにもチャレンジしてほしいと思います。VIO 脱毛、みんなでやれば怖くない。さらに施術の部位によって恥ずかしい、恥ずかしくないという問題ではなく、そもそも脱毛サロンに行くこと自体が恥ずかしいという人がいます。あなたもそうじゃないですか。男性はそもそも女性が行くようなところにはメンズが行くということに抵抗感がある人が多すぎます。まずは美容院、美容院苦手な人多いですよね。あなたもそうじゃないですか。他には百貨店とか歯医者さんとか女性が多いところへ寄りつかない傾向があります。だから男性は美容院や歯医者さんなど基本的には一度行ったところでよっぽどのことがない限り別のところへわざわざ行くことはないんです。むしろ気に入ったら一生通う傾向にあります。それは男性特有のもので、めんどくさがりで恥ずかしがり屋の方の最大の特徴と言えます。ですので脱毛サロンも基本的には同じことが言えて、よっぽどのことがない限り男性は毛がなくなるまで、満足するまでずっと同じところに通います。なので脱毛サロン側はいかに最初に脱毛サロンに行くハードルを下げてあげることができるか、脱毛に興味がある、脱毛サロンに通ってみたいと思っている方はいかに敷居の低い大手脱毛サロンのような高い、痛い、抜けないイメージを払拭できるか、そんなサロンにたどり着けるか、恥ずかしがり屋のあなたでも通いやすい個人サロンがたくさんあります。脱毛は恥ずかしくなんかないし、思ったよりすごくカジュアルでアットホームな場所です。恥ずかしがり屋のあなたでも通えるサロン見つからなかったら勝社長に聞いてください。ぴったりのサロンをご紹介します。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10。第6位はコミュ障の人です。第7位の恥ずかしがり屋に付随してきますが、コミュ障の人って誰とも話したくないんですよね。今の時代コミュ障の人かなり増えています。特に男性は女性だけではなく対人に対して苦手意識が強い人がいます。個性だし性格なんで全く否定する気はありません。でもコミュ障だから脱毛サロンに行けないと思ってる人はめちゃくちゃ損してます。本当は脱毛したい、脱毛サロンに興味があると思っているのに、自分はコミュ障だからと諦めてる方必見です。今は対人の脱毛サロンだけじゃないんです。え？どういうこと？って思いましたよね。今は昔みたいに必ず誰かに施術をしてもらわなければいけないサロンだけではないんです。今はセミセルフ、完全セルフの脱毛サロンがあるんです。初めて聞いたという方もいると思うので簡単に解説します。セミセルフの脱毛サロンというのは、背中など手の届かないところだけ施術をしてくれるサロンで、基本的にはその他の部分は全部自分で施術をすることができます。え？でもプロが使ってる脱毛器って操作が難しそうって思いましたよね。勝田翔プロデュースの脱毛器ネクステなら、なんとわずか2タップでスタートができるぐらい簡単です。でも安全性とかどうなのって思いますよね。実はネクステの場合、事前にサロン側で出力やショット数、タイマーなど安全性やその他の設定を簡略化するために事前に設定ができます。なのでサロン側もお客様側もかなり安心して脱毛することができるのです。でも本当にコミュ障で家族以外と話せないという方、安心してください。今はセミセルフの脱毛サロンだけではなく完全セルフの脱毛サロンもあります。でも完全セルフだったら、さっき言ってた背中とか手の届かないところはどうするのって思いましたよね。実はほとんどの完全セルフ脱毛サロンでは2名以上で利用することができます。え？どういうこと？って思いましたよね。完全セルフ脱毛サロンの場合、そもそも通常の脱毛サロンのような〇〇の部位で〇〇円などという料金体系ではなく、〇〇分〇〇円という時間貸しの場合が大半なんです。つまりサロンにもよりますが、基本的には時間貸しのためセルフ脱毛サロンの場合、家族や友人、恋人などと一緒に利用することが可能です。そうすると手の届かない背中などは気の知れた方と打ち合いするもよし、時間内であれば交代交代でやるのも OK なんです。そうすればコミュ障の方でも家族や友人、恋人など気の知れた方となら完全セルフ脱毛サロンでも気軽に通えますよね。しかも手の届かないところも打ち合えるし、ネクステなら安心してかつ簡単操作で照射ができるので、これであなたも脱毛デビューです。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10。第5位はおじさんです。
おじさんというとちょっと語弊がありますが、要するに大人男性ですね。特に30から40過ぎた男性はこの年で脱毛なんてなって思っていませんか？全然そんなことありません。ただ1日でも早くやった方がいいです。なぜかというと、基本的に白髪になると脱毛ができなくなるからです。え？どういうこと？って思いましたよね。知らない人もかなり多いですし、実際脱毛サロンの施術者や経営者でも未だに理解してない人が多いですが、実は美容脱毛だろうが医療脱毛だろうが、基本的に脱毛というのは黒いメラニンに反応するので、白髪のようなメラニンがない状態では脱毛効果は望めないんです。たまに最新脱毛方式とか丸々脱毛とか言って、よくわからない理由をつけて根拠やエビデンスも全くなく言ったもん勝ちで脱毛器を販売している悪徳メーカーや、それを何も調べず言われるがまま鵜呑みにして素人同然のなんちゃって脱毛サロンが多数存在しています。その中でも特に最近では、介護脱毛は40歳になってからとか言ってる人ですが、全くもって全てがデタラメです。40代になって白髪が増えてくる、悪徳サロンはその白髪に効果があると言って集客して、知ってるか知らずかは別として、何回も何十回も通わせて悩んでる、困ってる、本気で脱毛したいお客様からどん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 お金儲けだけして、40代になってからと言われたから脱毛を始めたけど、白髪は全く抜けないし、何回通えばいいか相場がいくらかもわからない、でも本気で脱毛したいから脱毛サロンには通い続ける、こんな図式のお客様を騙す詐欺のような業界に一矢報いるために自分は発信しています。これから脱毛サロンを開業する人は、このような悪徳メーカーに騙されないこと、これから脱毛したい人はこのような悪徳サロンに騙されないこと、後悔してからでは遅いので絶対に気をつけてくださいね。少し話はそれましたが、では白髪の人はどうすればいいのって思いましたよね。そんな白髪の方へのアドバイスは、ニードル脱毛一択です。ニードル脱毛とは大きく分けて3種類ある脱毛方式の中で最も過酷かつ最も現代的ではないと言われている脱毛方式です。最も過酷ってどんな？大きく分けて3種類ってどんな種類があるの？わからない人のために改めて解説します。ニードル脱毛は電気が流れる針を使用した脱毛方式で、毛根や毛乳頭を破壊することによって半永久的な脱毛効果を得られる脱毛方式です。毛穴に細い針を刺し、電流を流して、そこで発生した熱がダメージを与えるという仕組みで、産毛や金髪、白髪など濃い毛なども問わずにアプローチできます。また肌の色も関係ありません。産毛や金髪、白髪、濃い毛などを問わずにアプローチできるのはニードル脱毛のみになりますので、かなりメリットはありますが、実は3種類の脱毛方式の中でも最も痛みを伴い、大多数の人は挫折してしまうほど過酷な脱毛方式となるので、白髪になる前に他の脱毛方式で済ませるのが最適と言えます。最も過酷な脱毛方式ではありますが、白髪に唯一効果があるのはニードル脱毛のみになりますので、対象の方はぜひニードル脱毛をやってみてください。逆に言うと、白髪になるとニードル脱毛しかできなくなってしまうので、脱毛は白髪になる前、つまり一刻も早くやっておくべきなんです。先ほど説明した介護脱毛が今かなりブームではありますが、本当に勘違いしている人が多いので注意してください。介護される年年代になってから脱毛すればいいと思っている人は本当にヤバいです。先ほどから説明している通り、基本的には介護される年代はほぼ白髪になっているケースが多いです。さらには肌が弱くなっていたり、サロンに通うのも困難なのが予想されます。なので自己投資は一刻も早い方が価値があるという観点からも、白髪になると脱毛できなくなるという介護脱毛の観点からも、脱毛は絶対におじさんになる前にやるべきだと言えます。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10、第4位は学生です。今中高生のあなた、中高生のお子様を持つあなた、脱毛をやりたい、やらせてあげたいけど、まだ一歩踏み出せてないですよね。わかります。当時の自分、学生の頃はそうでした。自分は中学高校とバスケ部で、バスケ部だった人だったらわかると思うんですけど、足首の捻挫癖がありました。そのためにテーピングを巻いたりするんですけど、剥がす時にすね毛が抜けて激痛。しかも捻挫なんて1日や2日じゃ治らないので、でも練習はほぼ毎日あるので、来る日も来る日もテーピングを剥がす時の激痛が襲ってきます。なんなら捻挫してる足より
りテーピング剥がす方が痛いんじゃないかと思うぐらいめっちゃストレスでした。さらには中学生の頃、バスケのユニフォームってノンスリーブに短パンなんですけど、室内の部活なんで当然肌は真っ白、中学生なんで筋肉もなく華奢な体、そこに黒々しい脇毛やすね毛などが思春期真っ只中の自分には何よりも耐え難かったです。誰も見てないし気にしてないよって言われるんですけど、いや確かにそうかもしれないし頭では分かってるんですけど、思春期真っ只中の中学生の自分にはそれは通用しません。親とかにも相談できないし、脱毛なんて当時は全く知られてなかったので自己処理するしかなかったんですよね。初めて脇毛やすね毛を剃った時、やっとスタートラインに立てたような気がしました。でも数日したらまた生えてきてるんです。ユニフォームを着る試合のために剃っていました。でもやっぱりめちゃくちゃめんどくさかったし、もともと肌も弱いのでかなりカミソリ負けなどして肌も荒れました。出血したりかさぶたになったり、でも毛はまた生えてくる、本当に地獄でしたね。最近では当時の自分よりさらに今の中高生は美意識が上がっていますし、周りの目を気にしています。なので最近では中学生や高校生なども自己処理ではなくだいぶ脱毛サロンに通う傾向があります。その背景には親の理解や寛容性が高まったこと、通いやすい脱毛サロンが増えたこと、料金が安くなったことなどがあります。中学生や高校生は人生で最も大事な時期だと言えます。高校生ならアルバイトしてそのお金で自己投資、最高じゃないですか。ゲームとか遊びに使うのもいいけど、高校生の男子絶対モテたいですよね。ちょっと欲しいものを我慢して脱毛するだけで本当に人生変わります。中学生はアルバイトはできないし、精神的に思春期真っ只中で誰にも相談できない。だからこれを見てるお父さんやお母さん、気づいてあげてください。お子さんの SOS に、大切な思春期のコンプレックスにどうか気づいてあげてください。そしてお手伝いでもさせてください。それで脱毛サロンに連れてってあげてください。自信がつき自己肯定感も上がり、何事も前向きでマンパワーで取り組めるようになるはずです。将来100倍返しで親孝行してくれることでしょう。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10、第3位は女性が苦手な人です。第3位を聞いてドラゴンボールの名進化のように俺のことかーと思ったそこのあなた、そうです、あなたのことです。いや正直言うと自分のことです。感謝状は女性とよく対談してるし、女性慣れしてそうだからそんなことないでしょうって思われたかもしれませんが、実はプライベートではあまり得意ではありません。先ほどからランクインしてる恥ずかしがり屋とかコミュ障とか女性が苦手とか、ぶっちゃけ全部自分のことです。あたかも日本人男性が全員そうなると言わばかりのドヤ顔解説してすいません。とはいえ自分と同じような人多いと思うんです。実際に自分は女性が苦手で初めて行った大手脱毛サロンも選んだ理由は正直メンズ専門店だったからです。施術してくれる人も男性、お客様もみんな男性、最高、心のオアシス。とはいえ男が好きなわけではないので、その辺は安心してください。さらに実はその次に行った個人サロンを選んだ理由も、男性オーナーが一人でやられているお店だったからです。価格よりも何よりも当時の自分は異性がいない空間、男性しかいない空間がとても魅力的だったんです。女性専用車両があるように男性専門店が流行るのはすごく理解できます。少し話はそれましたが、女性が苦手で脱毛サロンに行けなかった方はぜひメンズ脱毛専門店に行くことをお勧めします。悩みや不安は一気に解消、安心して気軽に脱毛サロンに通うことができます。今は大手脱毛サロンよりも最寄りで必ずと言っていいほどメンズ専門の個人店があります。メンズ専門の個人店なら高額契約もないし、ノルマに向けて必死なゴリゴリな営業もないし、予約も取りやすく価格もリーズナブルなので安心して通えますよね。それでいて恥ずかしいとかコミュ障とか女性が苦手な自分みたいな方も気軽に通えること間違いなしです。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10、第2位は痛みに弱い人です。いやー正直めちゃくちゃ気持ちわかります。だって自分のことなんで。自分は過去の動画でもよく話をしていますが、日本一痛みに弱い男です。蚊に刺されただけでピカチュウの100万ボルトぐらいダメージ受けます。すいません、ちょっと盛りました。でも本当に健康診断の採血では毎回倒れるし、ちょっと手を切っただけでもう顔面蒼白です。それぐらい痛みに弱いので、正直脱毛サロンに通う時も、なんとなく脱毛イコール痛いみたいなイメージがあったので、かなりビビり散らかしてました。今思うと脱毛イコール痛いというイメージから、脱毛サロンに通う障壁が高かったため、嘘でも何でも痛くないという歌い文句、マーケティングが横行するようになったんですね。脱毛の痛みって、例えるなら輪ゴムでパチンと、
された感じとよく言われますが、正直それより突き刺すような痛みです。こんなこと言うとさらに脱毛サロンに行く人が減ってしまいそうですが、自分は嘘隠しなく行きたいので正直に言います。ただ自分みたいな痛みに弱い人は一生脱毛できないかというとそうではありません。実際に自分も全身ツルツルに脱毛することに成功しました。ではどうやって日本一痛みに弱い男が全身脱毛に成功したのか、それは我慢です。おいおい、ふざけんな、我慢ができないから脱毛サロンに行くのためらってんだろうと思ったあなた、安心してください。実は出力イコール痛みイコール効果なので、本当はあまりおすすめではないのですが、自分のように本当に痛みに弱い方や肌の弱い方でも脱毛をしたいという方は、出力を少し弱めて痛みを軽減する方法があります。でもそれって効果なくなるんじゃないの？思われたかもしれませんが、確かに出力イコール痛みイコール効果なので、出力を弱めたら痛みは和らぎますが効果も確かに薄くなります。とはいえゼロではないですし、無痛みたいな最弱の出力にしろと言ってるわけではありません。あくまで我慢できるギリギリで施術を受けるということです。何かを得るには何かを犠牲にする必要があります。脱毛するには多少の痛みを我慢しなければいけません。結局我慢かよと思ったかもしれませんが、丁寧な個人サロンならかなり細かく痛みを確認しながら適切な出力で照射をしてくれますので安心してください。痛みにビビって一生脱毛できないより、多少効果が劣ったとしても、多少痛みがあったとしても、脱毛するメリットと天秤にかけたら圧倒的にメリットがありますので、耐えられない痛みではないことは日本一痛みに弱い自分が実証済みなので、ぜひ痛みに弱いあなたも丁寧に対応してくれる最寄りの個人サロンで脱毛にチャレンジしてみてください。閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10、第1位はお金のない人です。これは脱毛しないメンズの理由でぶっちぎりでトップなんじゃないかなと思います。まず男性って女性と違って自分の身なりや自己投資に無頓着です。女性はメイク道具にもお金がかかるし、美容院やネイルサロン、まつげやエステなどにもお金がかかります。洋服やアクセサリーだってお金がかかります。ここで言うお金がかかるというのは 1万%いい意味です。浪費ではなく消費です。男性は逆で消費よりも浪費が多い傾向にあります。例えば日頃の飲み会だったり、酒やタバコ、ギャンブルや車などあげたらキリがないほど浪費しています。ここで言う浪費と消費とは、浪費イコール無駄遣い、消費イコール生活のための出費と一般的に区別されることが多いですが、このように比較すると消費は必要な支出であるため、無駄な浪費とは違うことがわかります。もっと言うなら、女性の消費は必要な支出以上に先行投資でもあります。ここで男性のあなたは、え？なんで？って思いましたよね。それは完全に男性脳です。女性の消費イコール先行投資というのは、自分が綺麗になることで自己肯定感も上がり、自信もつき、活力にもなり、より良いパフォーマンス、より良い気分で仕事や家事を行います。そうするともちろん仕事もうまくいきやすくなりますし、家事もスムーズでクオリティも上がります。いやいや、幹事長、それは大げさすぎと思ったあなたはかなりヤバいです。これは実は女性だけではなく男性にも同じことが言えます。この動画を見てる男性でもうんうんとうなずいてる人も多いと思います。自己投資というのは言葉を変えれば劣気とした先行投資なんです。なので男性も美容院でカットをしてかっこよくセットしてもらった帰り、鏡を見て嬉しくなったり、自分に自信がついたり、そんな経験ありませんか？さらには家族や周りの友人に褒められていい気分になった経験ありませんか？絶対男子も経験ありますよね。それと同じことが脱毛でも言えるんです。ただヒゲ剃りの時間が短くなるとか、髪剃り負けしなくなるとか、時短になるとか、それら以上に自信がついて自己肯定感が上がり、いい気分で仕事や学校生活を送ることができれば、間違いなく業績は上がりますし、日々最高の人生を過ごせます。また大げさだなぁと思ってるあなた、今すぐ最寄りの脱毛サロンに行って施術を受けてみてください。 1万%人生が変わることをお約束します。なので脱毛は恥ずかしいとか、コミュ障だからとか、もう年だからとか、まだ学生だからとか、痛みが怖いとか、女性が苦手とか、お金がないとか、無駄遣いだとか、すべてクリアして浪費から消費という自己投資をぜひしてみてください。今回は脱毛しないメンズの特徴トップ10ということで発表してきましたが、皆さんいくつ当てはまってるでしょうか？一つでも当てはまった人は、今から紹介する脱毛サロンに音速で予約来店してください。まず面倒くさがりの人、美意識が低い人、
知識がない人、痛みに弱い人はインスタであなたでもわかるような発信をしている脱毛サロンに行きましょう。脱毛スペースあなたの最寄りの駅で調べれば出てきます。あなたが見ても理解できるぐらいわかりやすく発信している個人サロンは間違いなくそんな方々にぴったりです。ただ行くだけで面倒くさいこともなくなり、美意識も勝手に上がり、知識も定着します。脱毛サロンにも様々な特徴がありますので、当てはまるサロンはコメント欄で地域と店名をお願いします。次に、恥ずかしがり屋、コミュ障、女性が苦手な人、おじさんはメンズ専門の個人脱毛サロンに行きましょう。これもインスタグラムでメンズ脱毛スペースあなたの最寄りの駅で出てきます。メンズ専門店なら百戦錬磨の男性施術師が恥ずかしくさせず、コミュ力がなくても対応してくれて、もちろんスタッフもお客様も女性がいない空間なので安心して通うことができます。最後に、学生やお金がない人におすすめなのがセミセルフの脱毛サロンや完全セルフの脱毛サロンがおすすめです。とにかく料金はダントツで安いし、通いやすさはナンバーワンです。ある程度知識があった方がいいですが、最初は丁寧にカウンセリングしてくれるところがほとんどですし、やり方などかなり詳しく書いてあったりしますので、安心してセミセルフや完全セルフの脱毛サロンに行ってみてください。それぞれ特徴がポイントが明確なので、自分のいけそうなジャンルの脱毛サロンを探してチャレンジしてみてください。一つ注意点が、メンズ専門店といってもお客様だけ男性オンリーで、施術者が女性の場合もあるので、そこは必ずチェックしておきましょう。そしてこちらの公式 LINE では、売れる脱毛サロンの作り方や脱毛に関する貴重な情報を無料で配信しています。開業する勇気が出ない、独立したいけど何をすればいいかわからない、未経験でうまくいくか心配と悩んでいて、売れる脱毛サロンを作りたい、短時間で効率よく学びたい、やるべきことは0から100まで教えてほしい、そう思っているのであれば、ぜひこの公式 LINE に登録してください。さらに今なら公式 LINE に登録してくださった方限定で、 1.LINE 限定開業ロードマップ動画10本 2. 有料級開業攻略動画5本プラス5本、 3. 社外儀他社脱毛機比較表、 4. ネクステの資料、 5.LINE での1対1の個別チャットサポートを無料でプレゼントしています。今のうちにぜひ登録しておいてください。ということで、今回は閲覧注意、脱毛しないメンズの特徴トップ10ということでお話をしてきました。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想や高評価もお願いします。僕が話したことをコメント欄にアウトプットするだけで知識が定着します。必ず僕の動画を見たらコメント欄に学んだことをアウトプットしてみてください。次回も役立つ脱毛のノウハウを見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして他にもこのチャンネルでは、短期間で売れる脱毛サロンのノウハウを習得することができる貴重な情報をできるだけ分かりやすく配信しています。だからそういった動画を見逃したくないという人は、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。問い合わせしてからあちこちたらい回しにされて時間もかかって、対応は微妙だったなっていう印象ですね。営業で畳みかけたいっていう考えだと思うんですけど、それはどうなのかなって思いますよね。誰にでもいつでもやってる割引だったりとか特典だったりとかするので、絶対信じないでください。